はい、ということで、DIB ミカススペシャル、こんな感じです。はい、こんにちは、ミカスです。ヨコモの DIB、もともとはね、 DIB のバージョン RS っていう樹脂シャシの、まあ廉価版から始まって、まあ最終的にはね、まあ、プレミアムって言われる、まあ、オプションパーツてんこ盛りの状態になったわけなんですね。で、DIB っていうのはですね、まあ、フロントモーターのベルト駆動の四駆で、バッテリーが縦置きでね、まあ、もともと非常にあの、バランスはいいシャシなんですよ。で、まあ、自分の肉の場合は単純にそこからフロントプーリーを引っこ抜いて、切れ角をアップしただけっていうね、そういう、まあ、状態だったんですよ。で、今までいろんな動画上げてきたんですけど、もう単純に肉にしただけでね、結構いい走りが、まあ、できてたんじゃないかと思うんですけども、いまいちね、トラクションのかかりが悪かったんですよね。うん。でね、トラクションを少しでも良くしようと思って、リアにウェイトを結構積んだりとかいろいろやってみたんですけど、結局ね、その、ウェイトでトラクションを増やそうとしても、確かにね、その、摩擦力は増えるわけですよね、重くなるんで。なんですけど、その増えたトラクションに対して重量増があるんで、余計前進まないみたいなね、まあそんな感じになったんですよ。で、飛ばした時の重量バランスっていうのがね、あんまりこういいところが見つかんなくて、そこで、今回ちょっとね、足回りを含め一からちょっと見直してみようということで、出来上がったのがこちらです。まあ一目見てわかるのは、バッテリーがとんでもない位置にあるのがお分かりいただけるんじゃないかと思うんですけども、今回、この DIB の、まあ、ミカススペシャル、テーマはですね、感性です。感性で、まあ、その感性を最大限に生かすために、めっちゃ動く足を作りました。そこが、まあ、肝ですかね。ではちょっと細かいところを紹介してみようと思います。ですね、まずフロントからいきましょうか。まあ、基本的にはね、この辺、フロント周りはね、ヨコモの DIB プレミアムそのものですね。まあ、こういう風にね、切れ角アップするために、ステアリングワイパーをね、延長してあったりとか、あとはね、プレミアムにはこれついてないのかな、ナックルですね。ナックル。ヨコモ製のナックルです。まあ、特にね、アッカーマンもいい感じに出るんで、そのまま使ってます。で、今回、フロントのショックに、最大にハンドルを切った時にね、こうタイヤが当たってたんですよ。で、それを回避するために、さらにね、こうショックを内側につけたいなっていうのがありまして、ラップアップさんのインテリジェンスワイアームっていうやつに変わりました。でですね、もう分かる人は分かると思うんですけど、逆さまについてます。多分普通はこれ、ショックの前兆の関係でこの取り付け穴が下に来るようにつけるんじゃないかと思うんですけど、これ逆さまにしてあって、で、この風間さんのプレートで下げるっていうね、ことをしてあります。まあこれがなんでかっていうと、まあ動く足を作ろうと思った時に、もっとフロントを柔らかくしたかったんですよ。なので、より内側に入るようにしてあります。内側に、よりショックを内側に取り付けられるようにしてやって、もう最大に内側になってますね。なのでレバー比がすごく高くて、これがね、でね、ちょっとこれ参考にならないんですけど、バネがね、どこのだか分かんない、タミヤかな、ヨコモなのかな、昔のバネでね、硬いんですよ。まあこのバネじゃなくても、ドリパケ純正のバネとかでもいいと思うんですけど、まあ同じような硬さですね。はい。でキャスターはね、ちょっと何度っていうのは分かんないんですけど、まあこれヨコモのね、アルミのアッパームなんですけど、これスペーサーの感じでお分かりいただけるんじゃないかと思います。まあ、フルカウンターの時はこのぐらいポジキャンがつくようになってますね。でね、まあ、カウンター当たった時にこうポジキャンつくと思うんですけど、それによってタイヤのこの設置する部分が変わるんで、フロントがちょっとこう車高上がるんですよね。ポジリフトっていうんですけど、それによってちょっとリア荷重になるんで、そういう部分でね、ポジキャンになるのは個人的にはいいんじゃないかとは思ってるんですけども。で、まあ、モーターはヨコモの 7.5 ターンですね。で、プーリーが入ってないと。で、ギア比が、12点いくつですね、今。スパーが92枚、ピニオンが20枚、なってます。で、サーボは、双葉の9570。ブラシレスではないです。
まあ、ハイスピードなんですけどプロポでスピードは非常に遅くしてあります。でアンプは、ヨコモのレーシングパフォーマーですね。でブーストが12のターボが今5ですかね、ターボタイミング5になってます。さあでは、リアなんですけども、まずね動く足っていうことでレバー比をね下げたかったんですよ。要するにレバー比が高いとこれがもっと内側につくわけですね。そうすると、こうタイヤが動いた量に対してアームの動く量に対してショックの動く量っていうのが こっちに行くごとに少なくなるんですよね。それをちょっとリニアにしたいっていうことで、ラップアップさんの VX サスペンションシステムっていうロアアームとナックルがねセットになってる商品なんですけど、これに変えました。これレバー比がねゼロになるんです、1対1というか。なので、アームが動いた量に対して同じだけショックが動くということになってますね。でただねそのレバー比をゼロにすると、まあ、要はそのレバー比、テコの原理ですよね。テコの原理が全く働かなくなるわけなんで、バネがねすごい硬くなっちゃうわけなんですよ。なので同じラップアップさんの VX サスのバネの一番柔らかいやつの、トーピッチですね。これね不等ピッチとか二段ピッチにしたら途端に走りづらくなりました、自分の場合は、っていう感じになってますかね。でねラジコンのこのダンパーサスショックっていうのは、まあ、今まではラジコンのセオリー通りに作ってきたわけなんです。だけど結構ね硬すぎると思うんですよ。実写で言うとレーシングカーみたいなダンパーにするのがなんかねラジコン界のセオリーというかねっていうのがあったんですけど、ドリフトっていうのはですね荷重移動が全てなわけなんですよ。なぜならグリップ走行みたいに常にタイヤの力をフル 100% それ以上に発揮させて走るっていうものではなくて、リアタイヤのグリップを上げたり抜いたりしてコントロールして走るものなんで、よく動く足じゃないとダメだと思うんですよね、個人的には。で、ということで、まあ、バネはすごく柔らかいんですけど、実は減衰オイルもね非常に柔らかいのが入ってます。まあオイルはねオイル自体は200番なんですけど、秘密があってこれね中身、これヨコモのショックなんですけど中身がタミヤ製です。まあストリートジャムのワークスダンパーのやつ使ってるんですけど、ヨコモのシリンダーに対してそのタミヤ系のピストンってちょっとちっちゃいんですよね。ちょっとガタがあるんですよ。でしかもピストン自体4つ穴を使ってます。なのでスッコスコです、ショックスッコスコです。だけどねこんな感じなんですよね。多分実写で言うとねこんなもんだと思いますよ。触るとこんな感じです。わかりますかね、動いてんの。こうやってちょんちょんちょんってやるだけで動きます。まあ、これによって加速時はリアが沈む、減速時は上がる、目で見て分かるぐらい動きます。で今ねここウエイトついてるんですけど、これはトラクションアップとかではなくてこう振り出した時の振りっぷりの良さをコントロールするためについてます。まあ、ちょっと味付け程度ですね。まあ、なくても大して変わらないんですけど、はい。あとねウエイトといえばなんですけど、ラジ撮りだとね結構このナックルにウエイトをつけるっていうのがね多かったりすると思うんですけど、まあ、自分もねロアアームを重くしたりとか、まあ、やってたんですけど、ロアアームにねウエイトつけてみたりとかやってたんですけど、よくよく考えるとなんかその効果がちょっと自分にはよく分からなくなってきたんですよ。結局車重を支えてるのはバネなわけで、そのタイヤを路面に押し付ける力っていうのはバネが全部支えてるわけなんですよね。だからバネより上にウエイトつけてあげればタイヤを押し付ける力って変わんなくて、でバネ下っていうのは基本的には、まあ、バネ下っていうのはタイヤとか、まあ、ナックルとかアームとかねそういうものになるんですけど、バネ下荷重が増えると動きが悪くなるんですよ。つまりピンポン玉をね上下に激しくこう動かすのと鉄アレイを上下に激しく動かすときにどっちが軽く動きますかっていう話なんですよね。まあ要は感性ですよね。なので実写とかではバネ下荷重っていうのはもう減らしてく
減らせば減らすほど運動性能が上がるわけなんですけど、まあ、ラジコンもちょっと同じでね、なるべくバネ下に重りはつけない方がより動く足になるんじゃないかということで、ナックルウェイトとかはついてないです。これをね、ここにつけないでこっちにつけてます。まあ、ただね、この VX サス、これ結構ね、重いんで、バージョン2なんでね、ここがね取れるんですよ。で、この部分を取ってスペーサーかなんかにして、もうちょっとアームを軽くしようかなというふうに思っております。で、この動く足を最大限に発揮させるために、バッテリーが上置きになってます。まあ、バッテリーを上に置くとどうなるかっていうと、単純に重心が上に上がるんですよね。ロールセンターが変わらずに重心だけ上がるんで、ロールが増えるわけです。まず横のね、この、で、かつピッチングで前後のこの動きも増えるわけなんですよ。例えばその足回りでロールセンターを下げようとしても、大して下がらないわけなんですよ。だったらもうバッテリー上に上げちまえということで、がっつりバッテリーを上に上げてます。これによって、重心とロールセンターがだいぶ離れるんで、荷重移動がものすごく起こります。荷重移動がものすごく起こります。なので、特にその低速からの立ち上がりなんかだと、もうぐーっと後ろに荷重がかかるんで、すごいトラクションが発揮されます。ちなみにラップアップさんのエクステンション 16mm2 つと、このね、純正の SSG のアッパーデッキがもう1個ついてて、で、その上にバッテリー乗っけて、 DRB 用のバッテリーホルダーっていう、非常にねシンプルです。で、バッテリーの搭載位置はいろいろね、いじれると思うんですよ。この穴開け加工とかすれば。で、自分の場合は、元の状態より若干だけ後ろになってます。これ以上後ろにしたらですね、お尻が止まんない車になっちゃったんですよね。なるべく前後は中心あたりに重心が来るのが、まあ、飛ばした時に一番コントロールしやすいかなっていうことで、今この位置になってるわけですね。で、動く足回りなんで、今ね、スキット後ろが 2mm かさ上げしてあるんですけど、よりそのスキット、逆スキットのね、こう効果が出やすいわけですね。塔は今1度です。これが一番バランス良かったですね。ちなみにね、この VX 差数はですね、非常にセッティングの幅が広くて、アーム長を変えられたりとか、まあ、ロールセンターも変えられたりするんですけど、今は吊るしです。何にも、一番標準の状態で組んでますっていう感じですかね。まあ、ということで、まとめると、動く足を作った。まあね、ラジコンなんでね、小さいんで、人間の目にはね、あんまり大したことないギャップだったりとか、路面のうねりだったりとか、そういうのを全部タイヤが追従するようにっていうことで、動く足を作った。そしてバッテリーを上に乗せることで、慣性による荷重移動を大きく取れるようにした。まあ、それによって、姿勢の変化だったり、トラクションの増加だったりとか、そういうのがね、コントロールしやすくなったっていうことです。こんなにふわふわしてます。こんなにふわふわしてるんですけど、そもそもラジコンってそんな重さがあるわけじゃないんで、こんなもんで自分はいい感じだと思います。まあ、実際走らせてみたところ、バッチリ決まったんで、まあ、走るサーキットの速度域によってはね、もうちょっと締め上げたり、もうちょっと柔らかくしたり、まあ、リアはこれ以上柔らかくしようがないんで、どうしようかなって悩んでるんですけど、そんな感じになってます。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こちらも登録お願いします。じゃあね。